親とさんです。はい、トロンボーンの山下です。セカンドバイオリンの桐原宗樹です。トランペットの佐藤です。はい、今日はですね、我々鹿児島県出身の、3人でお送りしたいと思います。まあ、なぜかっていうと、今度ですね8月1日の、ヒタルシリーズの定期演奏会ですね。その時の、式の下野さん、曲目が我が祖国ということで、もう我が祖国、まさに下野さんの出身でもある鹿児島というわけで、鹿児島出身の3人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。鹿児島が3人になってオーケストラ他にないよね。でも逆にあの旧京さんなんか、ああそうですね、北海道出身者が、ね、いっぱいいますね。結構10人ぐらいいるってなんか生まってない。鉛でいきましょう。鉛でいきましょう。せっかくですから。今回全編鹿児島弁で。鹿児島弁。スイッチ入れていきましょう。鹿児島弁で。あ、鹿児島。鹿児島弁でいきましょう。じゃあこの鹿児島弁で言ったらこの我が祖国は老いが国。老いが祖国。もう老いが。老いが祖国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 。佐藤さん、鹿児島の。鹿児島の僕はね、一応薩摩半島が鹿児島市内です。鹿児島市 鹿児島市内を、まあ、2カ所動いて、最初は街中の本当に天文館知ってる？知ってます。天文館知ってますか？天文館の近くの小学校に行ってて、それから引っ越しして谷山っていうところ行って、谷山、まあ、歴史的にあるんだけど郷中教育ってね、地域でね、お兄ちゃんたちが子供を教えるっていう、それにしっかり育てられたところから来ました。谷山っていうか鹿児島をね出てもう何年なのか。あ、そうか、札幌に住んでるのが人生で一番長いから。あ、そうか。もうだから昔の鹿児島は知ってる、でも今の鹿児島は君たちの方がよく知ってる。いや、でも今の鹿児島ってっても僕の頃でもまだやっぱり駅といったら西駅ですから。あ、西駅ね。西駅まだギリ西駅です、ね、まあでももう中央駅で決めてますね。もうあの新幹線が入り始めて、新幹線なんてさ、でも信じられないでしょ、あんなところに新幹線が走るって、うん、新幹線しかも鹿児島駅っていうのがあるのに西駅が中央駅になって偉くなったっていう複雑なことになってます、ね、でも僕初めてあの札幌来た時にあの新札幌ってあるじゃないですか。普通新ってついてるからこっちで降りたいかなと思って、そしたら全然新じゃないっていうか、札幌行きの方がなんか栄えてるみたいな、そういうのはちょっとありますけどね。割とありがちなことなのかもしれないですけど、まあ、でも共通してるのは市電が走ってるよね。あ、そうですね、鹿児島も市電が走ってるのね、市内ね。でも僕は市内だけど、お二人は？僕は転勤族だったんで、うん、ちっちゃい頃はもう島の方にいて、でそっから島ってどの辺どこの島だったの？ちょっと待ってね。ちょっとかけろま島っていう隣なんですけど。何？かけろま？かけろま。本当に？そうそうそう。すんごい田舎の駐在所に住んでて。え、そこで生まれたの？まあ取れたの？取れたのは鹿児島市。市内で。あのそこからもう。あ、そうなんだ。転勤ね。転勤で島行ったりとか。で僕が実際トロンボーン始めたのは、うん、あの大隅半島側の鹿屋市っていうところですね。鹿屋でトロンボーン始めて、で、まあ、中学校に上がるときに、鹿児島市内に引っ越して、まあ、そこからもう高校まで鹿児島市内でした。でも吉野というところですね。吉野。山の上のね。山の上の。はい、空港の方だね。はい、僕はあの大隅半島の、志布志と。志布志。志布志。渋い渋しそう、すごく渋しいいとこだよね。市がいっぱいつくのでなんか一時期渋し有名になりましたけど、渋し市、渋し市長、渋し渋し市役所、渋し市長まあ、早口言葉だけど、でもあの鹿屋とはすごく近く、近いよね、車で30分ぐらいですね。で、渋し竹手って知ってる？竹手知らない？竹手でも鹿児島市内にもあのとんかつ屋さん、鹿児島にしないにも 2、3店舗あって、で鹿屋が本店なの。特に小学生の頃だったんでそこのメンチカツが大好きで頼んで、でおひつでご飯が出てくるんですよ。おかわりの代わりに、もうそれを一人で平らげたりする人。大体豚が美味しいんだよね。豚の白身が美味しくってね、前話したことあるけどよくバイオリンやってたよ、ね、いや本当に悪いけど、いや本当にいい先生がいたの。いやでもその渋谷に、
ヤマハの音楽教室あって、そこで姉がピアノをやってたもんで、あ、そういう関係で、その隣にバイオリン を教えにいらしてる先生がいて、たまたまやってたら、たまたまなんかこんなことになって、いや素晴らしいけどね、それがね。でもお二人ともジュニアオーケストラ入ってたんです。僕はあの MBC、 これ MBC の MBC 入ってます。あ、私も入ってて、そうですね。でこの人も初めて、この人、この人下野さんも、下野さん、下野さん、そう、 MBC ジュニアっていうのはこちらの HBC と同じで、南日本放送っていうところのジュニアオケがあって、甲突川沿いの、そう、甲突川沿いなの練習場、背の高いところでね、練習場って。僕そこをジュニアオケを出て、中学までしか鹿児島いなかったから、で東京の学校行って高校行って、なんかの時に鹿児島帰った時にそのジュニアオケをちょっと見学というか行ったんですよね、うん、そしたらちょっとせっかく来たんだからラップ教えなさいよっつって、トランペット教えに行ったらこの人がラップ吹いてたんです、この人ってこの人ですよ、この人この人、この人ラップ吹きなんです、もともと。でそこで僕はほぼほぼ記憶にないんだけど、なんかすごくうるさいことをこの人に言ったみたいなことを妬み持ってるでもそれ、その時から下野さんという人がね、あの私の近くにいたっていうことを後から聞いて、なんかすごく嬉しかったね、やっぱりね。下野さん素晴らしかねと思ってるけどね。僕も一緒で、中学まで、中学までか、で高校から東京で、うん、鹿児島にいた頃の思い出とかなんかある？音楽を含めて、そうだけど、我が祖国、やっぱり我が祖国、思い出、我が祖国。まあそう、先ほど出たあれですよね、甲突川っていうのが、うん、まあモルダーに当たるのかな、おすごい、感じかなってしますけどね。そっか、甲突川ってもうね、鹿児島の市内の、まあ、街中を流れる川で、桜のすごい、はいはいはい、桜も綺麗なところで、でその甲突川の南にある江南高校っていうのが、私の出身校でもあり、下野さんもその江南高校の出身で同窓生なんです、ね、同窓生、まあ、だいぶ先輩ですけど、江南高校すごい優秀でね、頭のいい人しか入れないっていう、いやいや学校でしたよね、うん、まあね、あの鹿児島ですね、鶴丸江南中央玉林っていう言葉があるんですよ、ね、あのここでいう東西南北みたいな感じ、はい、札幌、そう、札幌でいう東西南北みたいな感じ、鶴丸江南中央玉林っていう、なんかずっと。でも江南高校ってさ、そういうブラスとかそういうのがどうだった？吹奏楽もまあまあ強い感じ、 あります、結構大きくて、うん、やっぱり鶴丸と江南がずっとなんか微妙なところを競ってて、うん、でその上にやっぱりあの音楽コースのある昭陽高校群とかが、 あとそういうのがあったの、あのいるか、神村学園とか、うん、私立がちょっといる感じ。札幌来て何年になるんだって、まあ17年ぐらいですかね、17年か18年か、何年だ、5年目とかですかね。 あれ、あ、コロナ、うん、コロナ前にギリギリ入ってる、ギリギリか、じゃあこの我が祖国連続っていうのは全部やるのは初めてです、初めてですか、はい、でこれ作曲ではやっぱりね、エリシカとの思い出が非常に強くて、 CD も出てますし、うん、もちろん聞いたんだよね、うん、あ、聞きました、はい、でね、あのギリギリ頑張れば1枚に収まるサイズなんだけど、ちょっとだけ伸びて2枚組になっちゃったっていう、うん、なんだけどやっぱりもうエリシカ渾身の、 あのレコーディング、わざわざ、うん、で作曲にしては珍しくちゃんとレコーディングの日も取ってレコーディングした思い出がありますね、うんうん、やっぱそれを久しぶりに、それこそ15年ぶり、えってことはないか、2009年だから、2009年、うん、ああそうか、そうだ ね、でも作曲でも我が祖国の全曲っていうのは3回しかやってないんですね、過去に、うん、でやっぱモルダウって、まあ、すごい単発でもいっぱい演奏するんですけども、まあ、単発でもいい曲なんですけど、やっぱこの全曲やる中でのモルダウ聴くとやっぱり聴き方って変わってくるんですよね、うん、やっぱね、まま、周りにいろんな曲があって、その中でのモルダウの立ち位置ですね、やっぱりモルダウってこの2曲目なんですけども、まあ、ブルタバってね、そうそう、ブルタバって最近は言いますけども、聞き応えのある、
曲な当然ですのでね、頑張っていきたいと。大変ですけどね。大変ですね。大変ですよね、うん、いつもこのモルダウ弾くときになんか結構報われないなと思ってて川の流れみたいなのを結構ずっとやってるんですよね。タララ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 ラって、でもだん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 こう周りの音がでかくなってきて、で飲み込まれちゃって、なんかめっちゃ頑張ってるのに報われないと思ってるので、ぜひ聞きにいらした方あのビオラとかセカンドバイオリンとかちょっとこう頑張ってるなっていうのを最後の方とか、モルダウの最後の方とか見ていただけたら、すごい頑張ってるけど意外と聞こえてこないなっていうのをちょっと楽しみにしていただけたらと聞こえてこないのを楽しみに僕は高校の時に音楽担当した先生が必ず演奏者としてやる場合に、僕らは練習の時間が何日かあって、本番当日っていうのは必ずゲネプロって1回通し練習があって本番ですよ。だから2回は絶対本番やれる体力は絶対持っていろよって言われて、1回だけしかできないような体力集中力だったら本当の演奏家にはなれないんじゃないかって言われてた、うんうん、だからそれぐらいの気持ちで当然取り組むし、でももう一ついいことだったのでは、お客様もそれだけに頼るだけの集中力と体調を整えて演奏会には来ていただきたいっていうところがあって、うん、そうやってそれが合致した時っていうのはもう素晴らしいものが絶対できるはずだっていう、なぜかそれをね、高校の時の音楽学校の先生がうるさく言ってた先生がいて、それその方が指揮者の富山さんの弟さんだったんだけれども、もううるさく言われたことを思い出しましたけどね、うん、そうなんですよ。まあ、なんだけど今鹿児島の話してたんだけどね鹿児島の話してたけど、こういう話するとすぐ鹿児島弁が抜けてさ標準語的、ね、札幌の言葉はだって標準語だもんね。いや、そうでもない、コーヒーあるにはあるけど、コーヒーとか400円コーヒー500円だいたい上から下に下がってるんですよ、うん、そう鹿児島は逆ですね。いや、鹿児島は、うん、その後に続く文章によって、うん、変わる、まあ、変わる単語変わる。だからそのでも単語そのものだけだったら、そうそうそう、単語そのものだけだったら上がる、上がる、そうです、上がる。公務員ですもんね、公務 公務員山下さん、桐原さん、でもその後に桐原さん、あ、そっか、そこそ山下さん、山下さん、桐原さん、あら不思議、佐藤さん、佐藤さんも下がる、佐藤さん、佐藤さんも下がる、なんか独特の、山下さん、でも、ね、山下ですとも言うし、うん、山下さんとも言うし、山下、あ、まあ呼びかけとね、うん、違うかもしれないけどね、なんか不思議な高度で、高度ですよね。牡蠣の牡蠣の牡蠣の牡蠣、あの牡蠣とあの牡蠣のあのイントネーションの違いが分かんなくて、鹿児島弁だと一緒になるじゃないですか。牡蠣、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 牡蠣って言わない。牡蠣、じゃあもう一つあれ、牡蠣たもやんせ、牡蠣たもやんせ、牡蠣たもやんせ、牡蠣、鹿児島の名前牡蠣って食べない、海の牡蠣、海の牡蠣は食べない、下がってる牡蠣は取って食べるけど、牡蠣の文章の牡蠣は下の文章、牡蠣、牡蠣、全部牡蠣、牡蠣、鹿児島のほら言葉でケケケケケケって有名なケケケケケって、ケが貝を取りに行こう言ってそのケだけで全てが文章ができるっていうねのもあったし、山下くん入団した時にさ、すすきのじゃなかったたぬき工事でさパーティーやったじゃん、はいはい、その時にさ茶碗蒸しの歌歌ったじゃん2人、懐かしい、覚えてる、あの時にさ、あの時誰が言ったんだっけ、あの時は小高さんだった、いたんじゃないですか、ね、いらした、いらした、小高さんですあの前で2人して鹿児島県人会でつって茶碗蒸しの歌、茶碗蒸しの歌っていうのがあるんです、鹿児島県人会で、もちろんです、おすごいなじゃあ3人で歌いますか、そうですか、歌いますか、じゃあなんか微妙にちょっと微妙に言葉違う、違ったりするんですよね、はい、やってみましょうか、これ奇跡だな、はい、これでチャームシの歌歌うの、チャームシの歌、はい、じゃあ成長でお願いします、はい、はい、どうぞ、はい、せーの、うんだもこりゃいけなもんさ、あたいがの茶碗なんだ、日に日に三度もあるもんせば、きれいなもんがんさ、
茶碗についた虫じゃろかい、メゴなどけ歩く虫じゃろかい、マコウテゲネコちゃわっはっは、マコウテゲネコちゃわっはっ。ありがとうございました。何年ぶりに歌ってたね、これ。この終わりはひでえぞ。これね、即興で歌ったっていうね、だからまあ2回目なんだけど、それも3人で歌ったって、ね。ひでえ。これ多分僕の作曲を、今38年目ですけれども、もうないだろうね。いやでも、これだけやっぱりその、なんていうんですか、世代の差があってもみんな歌えるんだから、うん、やっぱこれはすごい歌ですね。意味は、これ字幕が必要だね。うん、茶碗蒸しっていう、まあ、食べ物があるじゃないですか。茶碗蒸し、ね、茶碗蒸しって何だろうって話で、鹿児島の人が茶碗蒸しっていけるもんじゃどんなもんだろうか、あたいげのうちの茶碗は、1日3回も洗ってるから綺麗だよ、茶碗蒸しっていう蒸しがいると思ってるから、うちの皿は1日3度も洗ってるから綺麗、茶碗についた蒸しなのか、メゴなど毛歩く、メゴって何、米など歩いてる蒸しなのか、すごい面白いねっていうか、なんだろうね、ははっていう。でもそこの中にはそのまことえげんねこっちゃっていうところが意味があって、げんねこっちゃっていうのは、あ、なんか恥ずかしいねって、要するに客人が来て、客人が茶碗蒸しを食べたいと言われた時に、その茶碗蒸しっていう言葉に対して全然知らないものだったから、どうしよう、でも食べたいって言われたらやっぱり何かしてあげなきゃいけないっていう、そういう薩摩人の、鹿児島人の心意気だったんだよね。だから恥ずかしいって、何ができないからって。ほー、さすが。うん、だからお客さんに対してはそういうことまでしなきゃいけないっていうところがあったんだけどっていうことを、まあ最後は笑ってごまかすんだけどね。げんねこちゃわははでね。だからそういうのもあってね、鹿児島ってまた不思議な文化の国だから、もうなんかあなたの前にいるとなんか弓で切られるって話も聞いて。チェスト。チェスト行けっていう言葉があって、なんかバイオリン弾いててバーッとかって切れるとかって空気をピッて弾いてるとか言って、だから平原さんが練習してる前は絶対通っちゃいけないって話になって。でも鹿児島人ってそんなもんだよね、なんかね。でね、意外とこう知る深く考えてるような方なんだけど、この人実はすっごい淡パラなんですよ。もうこれは隠せない事実で、もう薩摩の人間だから、すごい訂正で頭下げながら皆さんにこうお願いしますよと言いながら、うんって顔してるのがね、私にはなんかそういうことを感じることがいくつかありました。ですからそういう気心を持ってる人の、またそう我が祖国だけどね、楽しみだよね。もう早坂文雄の曲も、これ早坂文雄は北海道出身だったと思う、確かですよね。で前やった時も多分下野さんで、まあ、この曲じゃないんだけど、で定期でスターウォーズやった時、うん、スターウォーズ組曲定期だったんだよ。定期だよ、定期。早坂文雄とスターウォーズっていう下野さん、下野さんね、へえ。すごい組み合わせで、あれはあれでね、もう早坂の曲とスターウォーズとのギャップがものすごく面白くて、うん、まあ、でも下野さんここに今こういろいろリストあるけど、1999年3月21日にまず作曲で最初の演奏会、まあ作曲で洞爺湖の演奏会だったんだけど、それからずっと曲目をこうちょっと並べてあるんだけど、なかなかオタクだよね。選ぶ曲っていうのがなんかね、やっぱり、うん、今のストアウォーズ組曲もそうだったけれども、なかなかこういう感じでプログラミングするされる指揮者っていうのはめったにいらっしゃらないんじゃないかなっていうくらい楽しませてくれるんじゃないかなと思いますね、これはね。でその方が今度こうやって首席客演指揮者という形で就任なさって、ちょっと持っていいですか、皆さん、このね、この人、ぜひこの人を鹿児島県人としては推ししましょうか、はい、推しですね、推しですよね、はい、で推しをしますので、ぜひともこの回目の演奏会を楽しみに浸るにいらしてもらえたらと思いますけど、いかがでしょうか、はい、よかですかね、よかです、よかです、よかど、よかど、もうこの辺でよかのじゃよかど、よかですかね、十分じゃと、十分じゃと、じゃあ締めの挨拶を、締めの挨拶、はい、じゃあ終わり、ここから切って、はい、終わりの挨拶を、じゃあ、おやっとさです、またおやっとさです、はい
ではこんなところで、はい、じゃあ浸るで会いましょうで、はいはい、では浸るで会いましょう。おやっとさー、おやっとさーでした。おやっとさーでした。でした。でした。